というわけで、今回は自分の手がかなりの期間ジェルをやってなくて空いているの で、こちらをちょっとケアしながらマオミヤジェルのリムーブがどのような感じでできるかどうかを検証してみたいと思います。かなり汚いですけど、全然手入れしてないので爪も伸びっぱなしだし、キューティクルも伸び伸び状態になってます。それではケアからいきましょう。で、私はまずこちらのキューティクルリムーバーのブルークロスを使ってます。いつもマシンでやったりするんですが、今回は簡単に済まそうと思うので、ケアはプッシャーなどで塗って、マシンは使わずに行っていきたいと思います。こちらのメーカーのプッシャーがちょうど力が入りすぎずよく押し上がるので気に入って使ってます。あとはこちらの一番すごく安いタイプですよね。安いタイプのものとかも厚みが割とあるので、ここの厚さ角度をつけずにそのまま滑らすだけで上がってくれるので、これも気に入ってます。いろいろ高いものとか試しましたけど、このうつみさんのが個人的にはこっちの方が使いやすいと思っております。薄いタイプのも日本製ですごくいいものだとかなりここが薄かったり薄めに作られてるんですけど、薄いものだったりすると力を入れた時に滑って皮の上に乗ったりするととても痛いので、なので私は逆にこの厚みがある方が皮の上に乗っていかなかったりするので、自分には使いやすいです。これがこちらが100均のウェットティッシュ、ダイソーで買ったんですけど、こちらがサイズが大きすぎなくて個人的には一番使いやすいと思ってます。親指に巻きつけてくるくる、これだけで結構取れたり、こうするだけでかなり爪の下のタンパク質ですか取れたりすると思います。で、あと同時にブルークロスも拭き取ることができて良いと思います。ブルークロスも残ってるとリフトの原因になったりするので、こちらもきちんと落とした方が良いかと思います。で、こちらはうつみのニッパーですけど、また簡単にくるくるっとお掃除しておきましょう。先端に多少バリが残ったりするので、もう一度軽くバフで先端だけ軽くバフをかけておきます。一応簡単にアルコール表面をアルコール消毒だけしておきます。で、今回はベースにオーリーのイージーオフベースコートで、こちらの方で早く簡単に落とせるものをあえて選びました。で、カラーの方はどのぐらいで落とせるかを検証したいと思います。ライトに当てます。 B スタイルの3番と4番を当てみます。で、こちらにモデルワンズのアートライナーシリーズでゴールドグリッター、で少し寂しいのでこのフレークも混ぜてみましょう。さらにゴールドも少し散らしてみましょう。で、さらに上からシアーをかけて色味を抑えてみましょう。まずは茶色系の秋にぴったりな簡単マーブルを作ってみました。ただしっかり塗らなくてもささっと塗って色を重ねるだけで簡単にできます。続きまして、マルチカラーシリーズ、結構色の鮮やかに出るシリーズ、こちらを使ってみたいと思います。次は A スタイルの
4番と5番を使ってみたいと思います。ポリッシュ筆だと書きにくかったので、アート筆の方を使って書いていきたいと思います。次にモデルワンズのアートライナーで線を引こうと思います。こちらの方はちょっとベージュ系ですね。ベージュ、こちらのグリッターです。E シリーズの1番です。でこちら F シリーズの7番です。それでは E スタイルの4番と F スタイルの5番と7番、こちらを使って、というわけで全部5本の指アートをしてみました。1番目は簡単マーブルをフレークなどを入れて作ってみました。で2番目がちょっとユニコーンっぽい感じのネイルを作ってみました。でこちらの指がソフトな感じのチェックです。でこちらが大人っぽいモードの感じのヒョウ柄作ってみました。で最後はべっ甲ネイルを作ってみましたすいません、ちょっと茶色が強すぎましたね。なのでまあこれも人によって違ってて、なんか黄色みが強い人がいたりとか赤みが強い人がいたり、結構黒っぽくなっちゃいましたけど、まあ好きな色を合わせればどんな感じにもできるかと思います。というわけで1週間経過しました。こちらのコードレスのマシンで削っていきます。28,000rpm で見た目以上にパワフルです。申し訳ございませんでした。こちらリムーブ後なんですが、リムーブの様子が全く撮れていなかったんです。でもだいたい5分ぐらいでほぼアセトンに溶けてました。なのでセミパーマネントといっても走行風しにくいとかという意味ではないようです。安心しました。なのでマオミヤジェルは本当によく溶けるジェルということが検証されました。以上です。